はいどうも、生き物係長ジットクです。ノブです。ナイモです。今日はですね、この真夜中の海、ここに来てね、ちょっと釣りをしていこうかと思いますよ。この伝説釣り師がなやっていきますよ。ぶっこみ釣りなんでね、何が釣れるか分かんないです。まあ SSR で言うんだったら A かな。でね、この前ね、あのダイナーウミヘビ釣れたんで、まあ、それも SSR、 それ以外全員雑魚だ。名前すら呼ばなくていいぞ、それって言え。じゃあ加山さん、ほら頑張ろう、拳出してくれ。ちょなるぞ、なるぞ。今緊急で動画回してるんだ。お、なんかかかってる。ほらほらほら、なんかかかってる。あ、なんかかかってる。ここへ。めっちゃ嬉しいじゃん。開けろ。あ、お、本当にダイナウムフィアじゃないこれ。シルエット的に。本当だ。上げられるね。上げる？あ、なんだ。あれ？え？なにこれ？これダイナンだね。わあ、本当だ。来た。前より小さいけど。すごい、すごい絡まっております。普通に歯見てる。あ、えげつない。ハモだ。えげつない。これハモだ。百ハモ。すごい怖い。今日顔カメラもやる気で。分かんないね。その結ばれちゃってるからどんぐらいのサイズか。でも大きくはなさそうだけど。カルマさん、SSR 引きましたね。引きましたね。早かったですね、本当に。最近早いです。ちょっと小ぶりだけどね。ちょっと小ぶりだね。ちっちゃい方が骨が柔らかいから、あ、食べる分には食いやすいんじゃないか。お前らやってるだろ。仕込んだだろ。俺が来る前に。即座に。もう死んでるからね、完全。仕込んだろ。うん、仕込んだ。スーパーで買ったろ。大変だよ。おー。やっぱヘビですね、動きが。怖いですね。完全に。え、なんかかかってるよ。え、やらせっぽい。冷静だね。え、結構叩いてる。え、え、でかくね。結構でかい。なになになに、カツオ。なんだ。すごいすごいすごい。結構でかい、結構。今日早熊の木だな。結構でかい。あ、なんだなんだ。なになになに。え、ダイナウミヘビじゃん。ダイナウミヘビだね。でかいやつじゃん。しかも抜けそうだね。おお。でかいでかい。1メートル超え。でかい。でかい。そうそうそう、そんなサイズ。でかい。太いし。引き目。おお、すごいすごい。結構引きましたね。でかいね。あ、お、すごい。巻きついてる、巻きついてる。うわ、すごいすごいすごい。あ、ストップ、ストップ。あ、これすごい。すごいよ。まあ、食べるかな。食べるんだ。食べて。聞いてないよ、俺。今日プランなかったよ。ガツいですね、やっぱ。ガツいね。いや、すごいな。長い。長いな、このダイナウミヘビ。長い。これはダイナウミヘビじゃないよ、湘南ウミヘビだよ。おー。おー、うまいね。うまいか。はい、時計見してください。何時ですか、今。はい。はい。現在の時刻、夜中の2時51分。3時ですね。3時ということはおやつ。おやつといえばダイナウミヘビですね。はい、夜中のおやつですよ、これ。みんな元気ないんですけど、まあ、夜中のおやつってことでダイナウミヘビをね、うん、ダイナウミヘビ食べたらみんな元気になっちゃう。背開きでいきますよ。はいはいはい、見てこの筋肉質の動き。動きますね。すごい筋肉質に動く。言うてもなんかこれだけ見ると普通に美味しそうな刺身よ、なんかね。え、うなぎやん。うなぎ、蒲焼きにしたらうなぎやん。うなぎ、うまそうじゃない、単純に。いや、単純にうまそうね。で、これをなんか細かくここからこうやって包丁入れていくことによって骨が断ち切れるらしい。骨切りってやつだね。そう。でもなんか骨そんななさそうだね。本当にちっちゃい小骨があるかなってぐらいだから、唐揚げにするんだったらそんな気にならないんじゃない。もう割と大ざっぱでいっちゃっていいかもしれないね。でもやっぱこの辺になってくるとある。ほら、コリコリコリ。それって食えない骨なんですか。いや、まあどうだろうね。揚げてそんななんか不愉快な舌触りかどうかだよね。本当に人によるとしか言いようがない。これ見て海蛇と思います。これはゆでゆでしたんですか。ゆでゆでしました。ほら見て、足組んじゃってる。本当だよ、うん、余裕じゃん、うん、
いい湯だな。俺もよくやる。温泉入る。まあ、大人のクッキングなんだけど、子供心を忘れてないっていうね。まあ、本気で遊んでるからな。そう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 。これが私たちのコンセプトなんで。今日もいつもの十徳さんの唐揚げコーナー。イエーイ。これ大人気だからね。なんか僕の唐揚げ評判いいんで。そうっすね。そこら辺の店より唐揚げうまいよ。十徳さんの唐揚げコーナーはどんな生き物も唐揚げにして台無しにするというコーナーです。そう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 。白身魚とかも全部唐揚げにして、風味とかね、繊細な味わいとかそういうの関係ないから。そうそう、すべてを台無しにする。それがね、吉と出るか凶と出るかわからない。きたー、十徳さんの唐揚げ。どう、また飛びそうですね。まあこれね、激しいからね。マジで油飛んでくるとね、熱いじゃないから。タイマーさんも言ってたけど、痛い。いや、なんで撃たれた。あー、でもいい例えかもしれない。痛いよ、匂い。匂い。今の深掘りしていきましょうか。いませんね。エアーガンで撃たれた匂い。ちょっといいですか、インタビュー何分か。表現力がすごいね、彼の技。アーティストだね、やっぱ。お、これは振ったら振っただけいいやつですね。マキシマム、これね、提供待ってます。これマジクソうまいから、ほんとにめちゃうまいっすね。かけただけうまくない。ほら見て、クーラーボックスも今うまそうに見えてきた。ここに落ちてるマキシマムで。妖怪がいる、妖怪が。何でも食うの、マキシマムかけたら。このままいくと大南海蛇の唐揚げ。まあほぼ竜田揚げる。いただきます。いただきます。お、うめえ。うめえ。確かに骨はある。うん、マキシマムの骨。いや、正直そうだね。やっぱ俺マキシマム愛してるから、今マキシマムかければ大抵のものうまいのがあるから。しかも多分今この人ね、お茶いっぱい飲んでたから多分あんま美味しくない。いや、そんなことないですよ。あ、家門さんもやっぱ美味しいですけど。いや、味はうまいと思う。うまい。骨やべ。はい、唐揚げ第2弾。今回揚げすぎちゃって、今回揚げすぎておせんべいみたいになって。素材の味って言ったらちょっと下道な音してるんですけど、本来の唐揚げのレベルが分かるんじゃないかと。そうですね。ということで、いただきます。いただきます。マジでなんかスナック菓子みたいな。でもやっぱ身もうまいよ。うん、これうまいんじゃないか、マジで。え、うん、うまそうだね。なんか明るくなってみるとうまそうに見えるな。本当になんかかば焼きじゃん。皆さん、さっき3時ぐらいだったじゃないですか。これ見てください。あれあれあれ、ライトがいらない。今現在の時刻、朝の4時46分、2品目、朝ごはん大南海蛇の塩焼き。ただいま AM5 時過ぎ。ペン。おお、かば焼きね。マジでかば焼きで。あ、でも意外と身が。何そうやってくんだ、かぶりつくの。あ、そう、うん、いい。これ骨はそんな気にしなくていい。俺一応骨切りはしたつもり。皮はマジで噛み切れません。おお。ただ身の方はうまい。うん、おいしい。やっぱ唐揚げ正解だったせいで。うん、皮剥いちゃった方がいいかもしれないね。そうなの。これ食う、今の見て、でけえし。いただきます。皮剥いた方がいいのか、もうちょっと焼いた方がいいのか。ハハ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 ハ。いや、正解だったじゃん、うん、この人、うん、かぶりつけとか言われてたけど。焼き魚と同じ要領でこうやってほぐして食った方がいいね。うん、それでも骨がついてくんだけど。
ありがとうございます。あの食べさせてくれて、朝食も、あのおやつから朝食まで、3時のやつからね、うん、いただいて、まあちゃんとうまい、そうそう、ちゃんと、まあ、唐揚げが正解ってのは分かりましたね、うん、この海蛇に関して調べた通りに骨はきつかったっすけど、だってなんかガムみたいに食ってるもうヤンキーになってるもう座り方といい、まあ今日はそんな感じで大南海蛇を捕獲して調理までしてみました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。